小笠原光男小笠原光男は、岩手県盛岡市出身の元プロサッカー選手。元日本代表。ポジションは MF。2009年シーズン J リーグ最優秀選手賞受賞。岩手県盛岡市に生まれ、地元の大田あずまサッカー少年団に入団し、サッカーを始める。6年生の時に、第15回全日本少年サッカー大会に、チームのキャプテンとして出場している。 1995年、斉藤茂信監督率いる、岩手県立大船渡高等学校に進学し、斉藤の家で下宿生活を送る。東北のファンタジスタと言われ天才派選手として注目され、U-16 日本代表に初招集されてからは、年代別日本代表に選出される。1997年、第76回全国高等学校サッカー選手権大会に、 出場し、ベスト16進出の原動力となり、大会優秀選手に選出された。高校選抜でチームを組んだ日本代表に選出され、第58回ベリンチョな国際ユース大会等に出場した。1998年、高校卒業後に、鹿島アントラーズに加入。同期は、元山正志、中田浩二蘇我畑一氏 山口武氏、中村翔郎。4月15日の対岸場大阪戦で J リーグデビュー。1999年5月5日のジュビロ岩田戦でヘディングシュートで J リーグ初得点を記録。2000年レギュラーに定着して活躍。ナビスコカップ優勝、J リーグ優勝、天皇杯優勝と鹿島の J リーグ史上初の三冠獲得達成に貢献した。 J1 第1ステージ最終節でハーフライン付近から放ったシュートはクロスバーに当たってゴールとはならなかった。チャンピオンシップ第2戦の試合中にビスマルクとフリーキックのキッカーをめぐってもめ、奈良橋明の説得によりビスマルクがキッカーを譲る一幕があり、小笠原の蹴ったフリーキックは惜しくも外れてしまった。J リーグチャンピオンシップ天皇杯の両大会において MVP に 選出された。2001年1月1日に行われた天皇杯決勝の清水エスパルス戦では、先制点と V ゴールとなるビスマルクからのパスをボレーで合わせるミドルシュートを延長前半に決めて3対2で勝利し、チームを優勝に導いた。先制点となったフリーキックは、主審に守備側の壁を適正な位置へ移動させるためのプレーの停止を要請せず、 清水の選手たちが体勢を整える前にボールを蹴り込むという頭脳プレイだった。このンゴールは AFC 月間最優秀ゴール賞に選ばれた。2001年、背番号を17から8に変更。5月の柏レーソル戦で左肘を骨折するものの8月に復帰し、チャンピオンシップ第2戦のジュビロ岩田戦においては延長戦10分にンゴールとなる直接 FK を 決めてリーグ連覇に貢献し、2年連続でチャンピオンシップ MVP を獲得。この年、J リーグベストイレブンに初選出され、以後2005年まで連続で選出された。2002年、ナビスコカップ優勝に貢献して大会 MVP を獲得。2003年のシーズン終盤、当時ゲームキャプテンを務めていた秋田豊か,から全部背負ってみろとキャプテンマークを託された。 これ以降、柳沢厚志が首相に就任するまで、小笠原がゲームキャプテンを務めることになった。2006年7月15日に鹿島サッカースタジアムで開催された J リーグオールスターサッカーに史上最多得票で選出された。2006年8月、セリエ A の FC メッシーナへ2007年6月まで10ヶ月間のレンタル移籍することが発表され、 以前から望んでいた海外への初挑戦となった。9月20日の対レジーナ戦において、後半8分から途中交代で出場しセリエ A デビューを果たした。10月21日のエンポリ戦でセリエ A 初ゴールを記録した。その後、技術はチーム1と言われながらも、差別的待遇を受け出場のチャンスに恵まれることがなく、ほとんどの試合でベンチ外を強いられた。 小笠原自身は後に、セリエ A での1年間を通して、ボランチとしての守備力を磨き、人間としても成長することができたと10している。2007年7月3日に、レンタル移籍終了で、鹿島への復帰が発表された。背番号は40を選択。これは、過去に背負った8番を野沢拓也が付けていたため、当時の J リーグ規定における最大数の背番号を選んだもの。 7月15日のサンフレッチ広島戦で323日ぶりの復帰戦を勝利で飾った。鹿島復帰後は主にボランチとして講師ともにチームのようとなり、チームの6シーズンぶりのリーグ優勝に貢献。12月1日の対清水戦の PK による得点で J リーグ通算50得点を達成した。2008年元日に行われた天皇杯決勝に出場し、 優勝に貢献。この年首相に就任し、AFC チャンピオンズリーグ2008では、規定により30を超える、背番号が認められないため、かつて、ホンダ・ヤストが背負っていた背番号、6をつけて出場した。4月2日に対アルビレックス新潟戦で、日本及びイタリアリーグ通算10、シーズン連続得点を達成した。9月20日、対カシュアレーソル戦で、 左膝半月板損傷及び全十字人体を損傷し全治10ヶ月という怪我を負った。一時は引退を考えるほどの怪我であったが、手術後はチームを盛り上げるために異例の早い時期でのピッチ内リハビリを開始したり、シーズン終盤の優勝争いでは、ホペーロにベンチ外メンバーのユニフォームを試合会場に持ってきてもらうように頼み、 試合開始前のエンジンに全員がユニフォームを着て参加するよう呼びかけるなどピッチ外から鹿島のリーグ連覇を支えた全国高校サッカー選手権大会のイメージキャラクターに選ばれ CM 出演や雑誌へのコメントなどの PR に努めた2009年シーズン開幕に向けてフィジカルコーチにリハビリに協力してほしいと頼み込みコーチの年末年始のオフを短縮してもらって リハビリに取り組んだ結果、キャンプ初日から主力組で練習を開始することができた。優勝を飾ったゼロックススーパーカップには出られなかったが、3月7日の J リーグ開幕戦の対浦和レッズ戦において2から0でリードしている後半41分から途中出場、168日ぶりの復帰を果たした。この試合を含め公式戦3試合連続途中、 出場後の3月18日、ACL 第2戦の対上海進化戦において、公式戦での179日ぶり先発出場と182日ぶりのフル出場を果たし、勝利に貢献した。4月22日 ACL シンガポールアームドフォーシズ、戦で268日ぶりの公式戦ゴールを決め、5月2日、対ジェフ千葉戦でリーグ戦279日ぶりの得点を、 pk で決めた。8月8日のジョモカップに J リーグ選抜メンバーに選出され、試合前に選手間投票によりキャプテンとして出場した。チームは J リーグ史上初の3連覇を果たし、自身は2005年以来のフル稼働となった。12月、J リーグアウォーズにて J リーグ最優秀選手賞を受賞した。2010年元日に行われた天皇杯決勝に出場し、 優勝に貢献。2月8日、全国のサッカー担当記者の投票により決められる2009年度の日本年間最優秀選手賞を初受賞した。2011年3月18日から5日間東日本大震災の被害を受けた地元岩手で支援活動を行う。3月29日サッカー復興支援チャリティーマッチ、日本代表対 J リーグ選抜に J リーグ選抜として出場。 以降、積極的に被災地を訪れ支援活動を行っている。5月31日東北地方におけるサッカー復興のために東北一玉を持つ J 選手の会を立ち上げた。2012年7月14日、大セレッソ大阪戦において2006年4月2日の大宮戦以来、約6年3ヶ月ぶりの通算13得点目の直接 FK 団を決め、 歴代4位に浮上した。2014年8月23日の清水戦で J1 新記録となるリーグ戦16シーズン連続得点を達成。2015年10月31日のナビスコカップ決勝で MVP を受賞。2016年シーズンはプロイリアと初の無得点に終わった。2017年4月16日、第7節のベガルタ仙台戦で、 J1 通算500試合を達成した。2018年、1998年の J リーグ優勝から国内とアジアでできる優勝を歌手まで経験していたが、唯一取れていなかった AFC チャンピオンズリーグを優勝。セレモニーでは、ゲームキャプテンであった小次元がトロフィーを受け取るも、小笠原に最初にトロフィーを掲げる役を譲った。12月27日。 2018年シーズン限りでの現役引退を表明した。2019年10月24日に開催された J リーグ理事会において同年開催の J リーグアウォーズで J リーグ功労選手賞の授与が決定した。1998年 U-19 日本代表として AFC ユース選手権1998に出場し準優勝に貢献。 1999年 U-22 日本代表として 1999FIFA ワールドユース選手権に全試合出場し、一時リーグのアメリカ戦で得点を決めるなど、準優勝に貢献した。U-22 日本代表にも選出されるが、監督のフィリップ・トルシエからプレー中におけるコミュニケーションの乏しさを指摘され、9月にスタメン出場した韓国との親善試合を最後に、 小集外となった。2002年3月21日の対ウクライナ戦でフル代表デビュー。22歳で2002フィーファワールドカップ日本代表にも選出され、グループリーグ第3戦の対チュニジア戦で6分間という短時間ではあったが、ワールドカップ初出場を果たした。2004年2月7日、キリンチャレンジカップの対マレーシア戦で代表初得点を記録。 その直後の2月9日、茨城県鹿島市で行われていた代表合宿中に他7人の選手と共に無断外出してキャバクラで飲食し問題を起こしていたことが発覚。代表監督であったジーコは裏切り行為と感じたとして小笠原ら8人を代表から外した。2005年ワールドカップアジア最終予選の北朝鮮戦とバーレーン戦で 得点を上げるなど、日本のアジア予選突破に貢献した。8月には、セリエ A のラツヨからオファーがあったが、チームが優勝争いをしていた最中であったために移籍を断念している。このシーズンは、自己最多の11得点を記録した。2006年6月、自身2度目のワールドカップとなる 2006FIFA ワールドカップ日本代表に選出された。 グループリーグ第2戦の対クロアチア戦にフル出場し、さらに第3戦の対ブラジル戦にも先発出場したが2敗1分で決勝トーナメント進出はならなかった。2010年2月2日、キリンチャレンジカップ対ベネズエラ戦にて1321日ぶりの日本代表復帰を果たした。2010フィ f ファワールドカップでは日本代表の予備登録メンバーに選出された。 J リーグ駆使のゲームメーカー。90分のゲームの中の変化、行く、抑える、答えるという判断力に優れている。パス、シュートにおける多彩なキックを使い分けて攻撃を司る。プレイスキックの精度も高く、直接 FK による J リーグでの通算得点13点は歴代4みたいであり、2005年には年間直接 FK ゴール数歴代3位の4本の 直接フリーキックを上げている。高さはないが、体幹の強さを活かして、周囲の激しいプレスを跳ねのけるボールキープ力、そして、ボールダッシュ能力に優れている。勝利への意志が非常に強い。ボールダッシュ率の高さから、人間掃除機と評されている。内田篤人からは、メンバーに、神様みたいな人もいますからね、ボスというか、ドンと評された。七海博士からは、 中田秀俊や今野康幸らと並んで守備センスが素晴らしいとコラムで絶賛された。また、時間の使い方をよく知っている選手とも評された。2008年、鈴木光は試合を90分という中で把握でき、さらにコントロールできる唯一無二の選手、ラインに逃げずにボールを取れるのは今野と小笠原くらいと評した。 2008年の富士ジロックススーパーカップで主審を務めた山本正明は、小笠原は判定に激しく反発する鹿島の選手らを制止し、下本から判定についての説明を受けた後は、チームメイトやスタッフを落ち着かせていたとして、心から敬意を表すると著書で述べている。その他の公式戦その他の国際公式戦、ありがとうございます。